こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、腕時計の鎖バンド の、 修理なんですが、ピンをちょっと作ってですね、割りピンがちょっと割れて出てきたんですよね。まあ、そのことについてちょっとは今ご説明申し上げます。普通ですね、ちょっとこう出てきた、ちょっとわかります？ちょっと大きくしますね。こういうピンが入ってるんですけどね、こういう感じでちょっともう割れてきたんですよ。ちょっとわかりますですか？これが割れてね、ピョンって出てきたんですよね。それでね、こう割りピンよりね、本来でしたらね、こういうスチール棒をかしめて入れた方が実はしっかりしてるんですよね。これちょっと削ったんですけどね、これをちょっとね、若干こうくさびにするとですね、さらに丈夫なんですよね。そして今こういうバイアス、まあ、いや、我々四つ割りって言ってるんですけど、こういうもんでちょっと挟めて固定しましてですね、そしてあとはこういう金槌でこの頭ちょっとくさびにするんですよ。こうすることによってですね、かなり丈夫なんですよね。割りピンもどうしてもこう年数経過してくるとこう割れてきたりですね、そういうことありますんで、こういうくさびにするとまずそういうことほとんどないんですよね。こういう感じ でこれでこういうふうに、こういう感じですね。こういう感じで入ります。もうこれもがっちり入ってますから、まあ、叩けば抜けますけどね。割りピンよりもはるかに丈夫ですんで、こういう修理もやりますのでね、ぜひそういう割りピンがもし取れたとか、まあ、ちょっと全体的に点検しますけど、ぜひお持ちいただければと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。